をされてますが、これからはどんな選手になっていきたいですか？まあ、まだ出させてもらっていて、まあ、自分の特徴だったりアシストや得点という結果で、まあ、結果を出してないので、まあ、次こそ結果出していきたいかなと思っています。この前の富山戦で無失点に抑えられたので、僕は守備の選手なので無失点というところはこだわりながら、これからも試合に出続けられるようにアピールできたらなと思います。 FC 東京は今後も子どもたちや下部組織の選手たちの成長につながる場を提供していきます。